徳田秀子は、日本の薬剤師。特集会創設者、徳田虎尾の妻。大阪市生まれ、鹿児島県徳之島町出身。医療法人、特集会副理事長、社会福祉法人愛心会理事長、社会福祉法人就寝会理事長を歴任した。鹿児島県徳之島町出身。鹿児島県立徳之島高等学校卒業後。 鹿児島銀行徳之島支店に勤務する、一学年上の幼馴染みである、徳田虎夫とは、徳田が反乱医学部生だった1959年に結婚、上坂、苦学の末1961年近畿、大学薬学部に入学し、出産、子育てをしながら1967年卒業。卒業と同時に国家試験に合格し、 薬剤師の資格を取得。1975年、医療法人、特集会理事に就任する。子女は二男五女。政治家となった次男の徳田武史と四女を除き、残りの子女はすべて医師である。医療法人、特集会副理事長、社会福祉法人愛心会理事長、社会福祉法人就寝会理事長、社会福祉法人徳之島愛心会理事長、 社会福祉法人長崎愛信会理事長、公益財団法人、特集会国際小学財団理事長、有限会社ソフィアインターナショナル代表取締役、特定非営利、活動法人ひまわりネットワーク理事長などを歴任していたが、特集会事件で、懲役2年6月執行猶予5年の有罪判決を言い渡されたこともあり、役職を降りたものもある。ありがとうございます。